まあ、例の世界的な感染症のせいでですね、うちの娘、せっかく進学できた大学ですね、行けずじまいになってたんですよ。で、まあ、入学式も今夜も一切始まらないという状態が続いてたんですが、まあ、学校側もですね、いつまでもじっとしてるわけじゃなくてですね、取った手段っていうのがですね、G Suiteを使ったリモート授業を始めたんですよね。で、まあ、インターネット接続できるスマートフォンかタブレット、もしくは PC が必要になったということだったんですよ。で、まあ、当初ですね、スマートフォンでもいいってことだったんですけれども、実際にやってみるとですね、画面が小さすぎてですね、講義の内容がよくわからないっていうことが結構あったらしいんですよ。そこでですね、まあ、タブレットか PC っていうのが推奨されたんですけれども、ただ今の学生っていうのはですね、スマートフォンしか持ってない学生っていうのは結構多かったらしくてですね、学校側はね、さらにその急遽生徒全員に iPad の対応を始めたんですよ。ですが、中にはですね、うちのようにですね、そこら辺に、まあ、PC が転がってる家庭もあるわけですよ。はい。で、まあ、娘はですね、そのリモート授業が始まることを知るとですね、なんか適当な PC1 台ちょうだいっていう風になったんですよね。で、まあ、基本的にですね、うちの娘っていうのはですね、PC に全く興味がなくてですね、まあ、G Suiteが使えれば何でもいいってことだったので、わざわざ新品を買う必要もないなと思ってですね、まあ、うちにあるやつで間に合わせることにしました。では今回はうちにある中で多分一番のハイスペックになると思います。こちらのエイサーのですね、アスパイア E5 という機種の、メモリ増設と SSD 化をしていきたいと思います。エイサーの、アスパイア E5 なんですけれども、調べていくとですね、なんだかですね、ラムがですね、ちょっとこう拡大しますね。はい、と見ていくとですね、まあ、インテルコア i5 の 5200U 積んでまして、ラムがですね、標準 4GB で最大 4GB なんですよ。ちょっとこれにですね、違和感を感じまして、でチップセット見たら何にも表記がないんですよね。いや、そんなわけないだろうと思いまして、で、ちょっと調べてみることにしました。その際、せっかく Linux を積んでるので、こちらのコマンドをちょっと使ってみようと思います。コマンドはですね、オプションで T をつけて、モーリーと。はい。パスワードですね。はい、とそうするとですね、ずらっと出てきたので一回戻しますけども、これに出てくるのはですね、機械をですね、そのままその Linux のシステムがスキャンして出してくるものではなくてですね、このもともとですね、BIOS の方に書き込まれている情報をこう読み込むというようなものらしいんですよ、このコマンドはですね。ただ、まあ、今メモリーの内容をちょっと調べてみたんですけれども、ここですね、マキシマムとか言います。これ最大でどうも 16GB 積めるはずですよと。で、あとデバイスですね、ナンバーオブデバイス、これ2ってなってますから、スロットが2つあるっていう話ですよね。っていうのもですね、この下にですね、メモリーデバイスっていう項目が2つ出てくるんですよ。なので、まあ、スロットはまず2つあると。で、まず一つ目ですよね。こちらこうバーッと見ていくと、4096MB ですから、4GB ですね。こちらのメモリーが積まれていると。で、メーカーがキングストンですよということがわかります。はい。で、もう一つ。何も書いてないですよね。ってことは、これどうもですね、スロット二つあって、で1つに 4GB のメモリが刺さってるだけという状況っぽいですね。で、これ裏を見るとですね、このようにですね、アクセスする窓とかがないんですよ。で、一回ちょっとテストで開けてみたんですけど、結構めんどくさくてですね、ここシール剥がしちゃったんですけど、結構めんどくさくて、パーツ揃ってからやろうと思ってて、ついに揃ったので、今回やろうと思います。ちなみにパーツはですね、エイサーが台湾のメーカーということで、台湾つながりでパーツ集めてみました。まずバッテリーを外すんですけども、ちょっとですね、このバッテリーの外し方が独特っていうか、ここに、
こういう具合にですね、穴っていうかあるんですけど、これをこうスライドさせた状態で、バッテリー外さないと外れないようです。なのでこれをスライドさせてバッテリーをよいしょ外しましたと。はいと。でこれはちょっと脇に置いておきましょう。であとはここから、ビスですね、あるビスを全部外していきます。はいと、これでまずビスは外れました。で、ギターピックで、こちらの機種開けるのどなたも苦労してたようですね。結構強引にバキバキやってる方の方が多いんですけど、なんとか丁寧に開けていきたいと思います。外れてきたんですが、詰め物めちゃめちゃ多いな。だいぶこんな感じですかね。で、もしかしてビス残ってる？あ、忘れてた。大きなミステイク。ここ、はい、忘れてました。よいしょと。はい。で、今度こそこちらが外れます。で、外すんですが、ここはい、リボンタイプのですね、ケーブルがつながってるので、これを、丁寧に外していきます。ですね、はい、これをノッチを上に上げるだけで簡単に外れるので、多分そんなに取り外しとか困らないと思います。はい、こんな感じで外れましたね。あ、ここまだちょっと抜けてない、はいはい、という感じで外れました。はい、でラム、さらにこの基板の裏側にあります。で、ストレージはですね、ここにあるので、これ、1TB のハードディスク、これをこちらの SSD に交換します。
で、まずはではメモリーをですね交換したいと思います。でここ外さなきゃいけないんですけれども、ビスですね、ここと、まあその前にストレージとか全部外してしまいましょう。これとタイプになっているので、これで一緒にこちらをちょっとこれテープで貼られているので、よいしょ、ちょっと強引に剥がさなきゃいけないのは個人的には嫌なんですけど、作業できないのでちょっと外しますね。よいしょ、外すと、はいですね、一番ですね、先ほどここを取りましたし、あとこっちですね、こっちも外さなきゃ。これで、基板が外れました。でこれをひっくり返すとここにラムが入ってたわけです。でやっぱり、ね、見た通りスロットが2つありますので、これをまず取り除いて、よいしょ、キングストンですね、確かに、はい、確かにキングストンのが入ってました、はい、で見て、こちらのメモリですね追加していきたいと思いますね。よいしょ、でよいしょ、でこれで、はい、これで 16GB ということになります。はい、では次戻していきましょうね。よいしょ、はい、とで戻すのはさっきと逆の手順です。はい、とまずはこれでラムの取り付けが完了です。次にストレージですね、ハードディスクを SSD に取り替えていきます。付け方としてはこうなるように付けなきゃいけないですね、こういう風になっているので、はい、でまずこちらマウンターから外していきますね。はい、とよいしょ、はい、ああウエスタンデジタルのハードディスクが積まれてましたね。1テラあるんで他に使い道あるので、うん、大切に取っておきます、はい、で次これですね、これをよいしょ、はい、合わせてこれをここに、よいしょ、合わせてスライドさせてはめ込むと、よいしょと入ったかな、はい、入りました。リボンも、よいしょ、差し込んではめ
込むと。はい、と大丈夫かな。あとはこちらをビスで留めると。光学ドライブですね。こちらをよいしょとですね、キーボードとかこれをはめ込んでいくと。でまずはテーブルを、お、いかんいかん、忘れてた忘れてた。これじゃこれ取り付けないとモニターつかないや。危ない危ない。でこれを取り付けていきます。で、あとは、よいしょ、はめ込んでって、お、なんか引っかかってる。はい。で、あとは、あ、はい、ビスで留めていくと。取り付けて作業完了です。では動作確認でちょっとバイアス覗いてみましょう。はい、まあ CPUS のままなんですけれども、トータルメモリー8ギガ、1個認証しない。ストレージの方は認証してますね。あれ、差し方甘かったかな。ちょっと後でもう一回見直してみます。とりあえず、4ギガからは脱出したということです。OS はですね、Windows しか使ったことのない娘に Ubuntu バッジはちょっと大変かなと思ってですね、 Linux Mint にしてあげました。はい、とっても優しいお父さんですよね。まあということで、娘のためにですね、ノート PC をですね愛情込めてカスタマイズしました。はい、で、今回取り上げたですね、Acer の Aspire はですね、それなりのスペックを持ちながらもですね、この内部へのアクセス、特にこの RAM へのアクセスが非常に面倒なのでですね、カスタマイズしたくても躊躇していた人も結構いたんじゃないかなと思います。で、まあこの動画がですね、参考になれば幸いです。ということで、今回の動画は以上になります。このようにこのチャンネルでは中古のパソコンをカスタマイズしてみたり、ジャンク PC を再生してみたりしています。他にもですね、世界中の Linux をデスクトップ OS として使ってみたり、ラズベリーパイやレトロゲームを楽しむ情報を発信しています。少しでも興味を持っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。PC フリーダムの小田島でした。